皆さんこんにちは。公明党市議会候補の本橋美智と言います。障害の子を持つ親として、障害児の皆様のお役に立てるよう、さまざまな取り組みをさせていただきます。公明党の衆議院議員岡本光成さんのご尽力により、赤羽国交大臣に障害者用のスイカパスモを作っていただくよう要望に伺いました。それが22年度後半には実施されます。ありがとうございます。皆様のお役に立てるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。